ダブルデッキアーチ型公共公共は、使用部材に鋼を用いた橋である。橋の使用部材は、シュゲタ、シュガマエ、アーチリブなどであり、公共ではそれらに、鋼が用いられる。鋼は鉄に0.2%程度の炭素とその他の、添加元素を加えた合金であり、純鉄に比べて、粘り強さがある。シュゲタが鋼で、 車両や人が通行する昇板がコンクリートからなる桁橋のうち、手下と昇板が強く結合され一体で荷重に抵抗する場合は合成桁橋と呼ばれ複合橋に分類される場合がある。鋼はコンクリートに比べて非強度が高い、すなわち橋を軽くすることができるので、島町の長い橋には鋼がよく使われる。一方、コンクリート橋と比べて、 部材の断面が薄くあるいは細いため、座屈や振動への配慮が必要となる。座屈は圧縮荷重によって材料の強度に達する前に大きな変形が起こる現象で公共の手下ゲでは補い合材を設けることで防ぐ。また、橋を通行する車両によって手下ゲの払板が振動し騒音や低周波音の原因となることもある。 鉱材を使っていることから腐食への対策も必要で、一般的には塗装によって腐食を防ぐほか、対抗成功と呼ばれる特殊な鉱材を用いたり、メッキや金属用車などの技術を使うこともある。鋼の生産、利用技術が発達していなかった時代、橋は鋼ではなく鉄で作られていた。そのため、その名残として公共が鉄橋と呼ばれる場合もあるが、 2020年現在、使用部材に鋼ではなく鉄を使用した橋はほとんど存在しない。ありがとうございます。